ギュスターブ・ゼでは世界最初の潜水艦の一つ。1893年にトゥーロンで浸水したが、その後長期間の試験と改造が行われ、フランス海軍艦艇として正式に収益したのは1900年5月であった。ギュスターブ・ゼでは水上艦に対する水中からの魚雷攻撃を最初に成功させた潜水艦である。 1890年10月4日にシレーヌの官名で発注されたが、1891年に設計者であるギュスターブ・ゼデが魚雷試験中の爆発で死亡すると彼の名前が官名とされた。本艦は先行した小型のジムノートに次いで開発された。両艦とも蓄電池を利用する電気モーターで推進した。フランス海軍は 数的に優位なイギリス海軍に対抗するため、通常とは異なるアプローチを取ることに興味を持っており、戦艦に対抗するため、水雷や水雷点を早くから採用していた。このプログラムの一環として、フランスは敵に探知されることなく魚雷の射程に近づくことができる潜水艦に興味を持っていた。ギュスターブ・ゼでは、フランス海軍が開発した2隻目の実験的な 潜水艦である。1898年12月、ギュスターブ・ゼでは、フランソはフォルニエ提督が指揮を取る、地中海艦隊の演習に参加した。そこで2回にわたり、砲術訓練艦マジェンタに対する攻撃を成功させた。一度は闘病中であり、もう一度はツーロンからイエール諸島に向けて航行中であった。 ギュスターブ・ゼデはもっとうず大員によって指揮されていたが、これは水中の潜水艦から水上艦艇への魚雷攻撃が成功した最初の例として広く認められている。イギリス海軍の駐在部艦の報告によると、速度10ノットでマジェンタに接近するギュスターブ・ゼデが指認されており、距離3500ヤードの時点では4人がブリッジにいた。艦は直後に潜水を始め、 司令塔の実が水上に見えた。1500ヤードで司令塔も水中に没したが、スクリューの功績はまだ確認できた。450ヤードで標的との距離及び方位確認のために一旦浮上し、再び先行して距離270ヤードで魚雷を発射し、マジェンダの中央に命中させた。その後、ギュスターブゼではマジェンダの艦艇を通過し、 反対側に浮上した。演習は1899年にフランス海軍大臣と招待されたジャーナリストの前で再度実施された。ここでも演習は成功し、潜水艦の追加予算が認められることとなった。艦の主な建造はガストン・ロマゾッティが担当し、1891年にゼデが死去した後はプロジェクトの管理も行った。 建造と開発には10年を要したが、その理由の一部は、フランス海軍の潜水艦に対する興味が、海軍大臣が交代するたびに揺れ動いたこと、また設計と開発を並行して進めたためであった。艦隊は腐食を防ぐために、鋼鉄ではなく制度制とされたが、このために、艦内で磁気コンパスの使用が可能になった。当時の潜水艦は、 前後対象の形状が多かったが、ギュスターブ・ゼデの全部と後部は違う形をしていた。76の円形リブにより、艦隊の強度が保たれた。艦には、中央部に2個のバラストタンク、前後それぞれにトリムタンクがあった。水の排出には、電動ポンプを使用した。中央に着脱式のリードキールがあった。当初は、ジムノートと同様に、 後部にのみ人力で操作するセン打があったが、これでは水平を保つことも先行、浮上の際に一定の角度を保つことも難しかった。このため、水圧式のセン打が中央と全部に設けられた。深度は50フィートまで先行できるように設計されていた。司令塔にはペリスコープが取り付けられ、上20度、下7度の視界があったが、実際には、 像の歪みのため、使用は限られていた。機関は、電動モーターを蓄電池で駆動するものであった。360馬力のザウターハール直流モーターが2機、搭載され、短軸スクリューを毎分250回転させた。モーターの重量は2機で27トンであった。当初は、レロンセルビバ電池を720個搭載し、3 0 0ト1 8 0 0 a その重量は130トンであった。電池は最初の充電の際に爆発し火災を生じたため、搭載個数は360個に減らされた。このために水上での速度が15ノットから8ノットに顕著に低下した。充電用の石油エンジンを搭載したホランドのような他の潜水艦と異なり、ギュスターブ・ゼデには蓄電池を再充電するための装備はなかった。 ありがとうございます。